終わりですかこれ。もう終わりです。終わっちゃ、来る前に終わっちゃいましたね。それは終わるよね、遅刻してんだからね、あいつやばいですね。もういつ来るんですかね。もう次ありますもんね。だって次あるよ。本当何撮ろうとしとったのこれ。本当は今日は雨の日の組み立て、うん、作業。もうでも組み立て終わったよ。もう時計しかないね。そうですね。いや、なんかドッキリみたいにしますか。どういうドッキリ。編集長にマッチョガチギレドッキリ。俺が切れるってこと。そうです。あんま普段切れないじゃないですか。切れないよ。ちょっとガチで、本当にガチで切れてもらって、うん、編集長がどういう反応するかやってみませんか。泣くよ、やめることないから編集長。ちょっとだって俺が怒ったことなんて、まあ、あいつらなんて多分1回とかしかないんじゃない。あ、そうなんですか。俺怒らんもんだって。確かに怒ってるイメージがないです。一番俺が立ちが悪いんだよ、ね、怒らんから逆に。俺溜めて怒るタイプやん。あ、そうなんですか。そうそう、だって溜めて怒ったら手出るもんね、もう。たまりに溜まって手が出ちゃう。一番ダメなやつ。一番立ち悪いやつよ。で、もうバーって切れて手出すから周りに止められてももう熱が冷めんってやつ。あー、止められないタイプですね。怖っ、一番怖い。じゃあちょっと伊藤くんに電話してみますね。電話してみて。ちょっと圧かけといた方がいいんじゃない。そうですね、ちょっと切れてるよ的な言ってみますね。もしもしとです。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あとどれぐらいで着きますか。あと5分ぐらいですか。はい。ちょっと、はい、リュウジさんが、はい、ちょっとピリついてきたもんで早めに来た方がいいかも。うん、怒ってます。ちょっとね、ちょっとなんか取れません。考えとくわ。ちょっと、はい、すいません。はい、行きます。すいません。はい、お願いします。はい、はい、失礼します。あと5分ぐらいですって。あと5分ぐらい、あれしますか。ん5分おきにビンタ一発みたいな。5分おきにビンタ一発。今から5分経ってこなかったらビンタ一発、10分経ったら2発みたいな。5分、これビンタ役になっとるやん。伊藤のビンタ役みたいな。あ、そうでしたっけ。俺もあいつにビンタ2回ぐらい食らわしてるで。あ、動画で流しますっけ。動画で流しとんかい、分からんけど。まあ何でもいいです。ビンタ以外にも何かあるんですか。ないでしょ。ビンタの好きだったらもう殴るしかないじゃん。ビンタも殴るみたいな感じですけどね。ビンタは殴るじゃないでしょ。まあ程よくやめない程度に。程よくやめない程度。ちょっと心が弱いんで。心が弱いんじゃないでしょ。気が緩んどんでしょ。まあそれもあるかもしれないですけど。気が緩んどんでしょ、あいつら。うぜえな、ほんとにあいつ。まだですかね、もう。眠たくなってきた。次もありますもんね。あるよ。おつえな。はい、もう15分ぐらい経ちましたね、電話してから。来ましたね。お疲れ様です。お疲れ。撮っとるってだって、お前押して撮り始めてる。何時だと思っとんのよ。何時？もう30分遅刻するってもう相当だぞ。めっちゃ混んでた。ん？めっちゃ混んでた。雲ね、決まっとるやん、こっち来とんの。ね？何を撮る手で来たの、お前、今日。今日あれっすね。梅雨の時期の足取りみたいな感じだ。
あ、それで取れた時取ったけど車の渋滞で来れなかったってこと。でもそれお前言い訳に並んでね、車の渋滞とか事故も。どういうことを撮ってくれるかな、動画撮ってくれるかな。お前が撮る予定だったじゃない、うん、そもそもこっち来るんだったら12時って分かっとるんだったら、そのまあ1時前だり何十分前まで普通確認するのは当たり前で、今お前 Google だって分かるだろどんな気があって、はい、見てまあ1時間ぐらい経ってたんで、うん、先に出たんですけど、なんか急に若くなって道路で。なるわけねえだろ、お前そんなもん急に。どうやってなるんだって。もうずっとお前、本社からナビで来とんのに、いきなりお前、赤くなるわけねえだろ。渋滞になりましたもん、みたいな。うん。そう、簡単の言い訳のタイプやん、お前。やる気あるの？俺もよく言われるけど。やる気あるんです。よく言われるやん、遅刻したらやる気あるのってさ。はい。お前が遅刻しとっていいの？いや。届いてくれるかなって。お前が企画を考えとったんだろ、はい、だけじゃん、できんじゃん。そんな言い伝えた、うん、でもお前とってお前を遅れてきて、お前何やん、何来る意味あるの。ちょっと口出ししようかな。どういうこと口出しって。そんなもんいつでもできねえ、口出しなんて。どういうっていうか、もう別に早く来た時もうほとんど足場12時で競り上げ終わっとったで。まあ普通にトークしてしてる間にお前が来たって感じね。まあ俺は別にいいけど、お前がそれでいいんだったらね、遅刻しても、うん、全然俺はいいよ。別に遅刻しようがどうしようが別に、ね、俺が責任取るわけじゃないし、お前が責任取るだけだで。ね、遅刻して〇がどんな風に思うか知らんけど。まあ、ビンタしときますか。え？ビンタ。もうビンタしとく。入れときますか。カツを入れてもらいましょう。それでいいですか。え？違うって。違うわ。お前が遅刻したんだろ。ずっと戻してるんですか。え？ビンタ収めないとなと思って。いや、お前が遅刻したから、うん、ビンタしようと思って、うん、そういうこと。どういうあれですか。ドッキリです、ドッキリ。違う、ドッキリじゃない。お前が遅刻したからビンタしようと思って。あ、まあ、あ、まあ、確かに。ちょっと一個だけ聞きたいことがあります、うん、はい、ガチで怒ってます。それはビンタされたから考えて、それわかる。何が痛さで本当に怒ってるか怒ってないのかが。まだでも俺からビンタ2回食らっとるよ。2回食らっとる、うん、でそれは怒ってなかった時のビンタでしょ、はい、怒った時はビンタがグーに変わるかもしれんし。ドッキリプラス説教。公開説教じゃないですか。まあガチで切れたらどうなるんかなと思って。抹茶さんが怒ってないよ。俺怒ることないもん。ずっとさっきから怒ってないよ。怖かったです。ん？何が？めちゃくちゃ怖かったです。何が怖い？何も怖くないでしょ、俺。ね、ちょっとなんかまだ疑ってるでしょ。なんかどっちなのかなみたいな身が。どちらとも。違うんですか？どちらとも。ん？そもそも集合時間12時半じゃなかったでしょ？え？違う違う、もう一回言ってよ同じこと。怖い。何が同じこともう一回言って。さっきと言っとること違う。どうするこいつ。ちょっと電話かけた時もなんかあんま反省してないというか、うん、あーごめんなさいごめんなさいぐらいだったんで、やっともう撮影時間も大幅に遅れて
ちょっと計画崩れたんで、うん、まあ一発ビンタでカツを入れてもらえれば。本当は30分持ってくとしたらビンタで終わるとかないけど、俺よく昔先輩殴られとったよ。怒ってないですか？うん、怒ってないよ。分からんよ、根はね、心の中はどう思ってるか分からんけど、俺は溜めるタイプだよ。さ、溜まってますね。まあ、前回の、前々回ぐらいの動画から溜まってるかもしれない。まあでもお前が遅刻したのは事実だね。そうですね、うん、俺は全然いいんだけどね、やっぱ〇だね。どうしてもお前にビンタしろって言うから。はい、まあ30分だね。何発にする？お、どういう計算で？何発にする？あ、何発？うん、30分で1時間一発と考えて。1時間も遅刻したらもう顔の向け、顔なんてもう俺に向けて寝れんでしょ。1時間遅刻するやつって、そうそうだよ、相当だよ、まあ、30分でもすごいけど。何発にする？何発で許してくれますか？それは自分で決めてよ。自分のあれじゃん、誠意があるじゃん。なんて声がちっちゃいんだってお前。3発そんな感じでいく。パーでお願いします。パー、はい、とりあえず手は、うん、とりあえず手はパーね。俺とないよ。俺は別にビンタしたくないけど、〇がビンタしろって言うから。お前でも30分遅刻したらお前が悪いからね。それはもう仕方ないと思うよ。ワンツーみたいな感じ。じゃあワンツースリーみたいな。何か早くしな、はい、終わらんよ、はい、そうですね、一発でいいよ、はい、怖え。でももう慣れとるじゃん。俺からもう3発から取るで。でも遅刻でね、そうです、ビンタで許してくれる。俺なんて多分遅刻したらすごくなるでね。いくよ、はい、3、2、1、パーですね。3、2、1。うお、ありがとうございます。どう？俺からのビンタ。もう慣れてきた？いや、慣れです。慣れるでしょ。慣れです。なんで？痛いです。痛くない？ビンタは痛くないけど、あの、ヒリヒリする。それ痛いって言うんじゃないですか？それ痛くない、ヒリヒリするやん。は？頭痛いですよ。何、頭が痛い？痛くないって。まあ、そこは良くないところや。でも俺本当に朝来ると思ったけどね、うん、俺最近だって朝じゃん、ね、昼に来ることなくない？それだったら昼行きますとか言っていいけど、お前本当に電話なかったもんな、昼行くとか。No、明日行っていいですか、取りに行っていいですか。あ、いいよ全然、分かりました、行きます。普通朝だと思う？Yeah.